今回は、犯罪行為を止めようとして返り討ちにあってしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは32歳。犯罪行為を止めようとして返り討ち、無職で役に立たないって親に言われて、詩人逮捕 YouTuber の真似をしたら返り討ちにされた。なんでや、ワイは世のため人のためになろうとしたのに、しかも警察にも怒られた。犯罪を取り締まりたいなら警察官になれ。越権行為やぞ。何のために警察官がいるのかわかってる？でも例えば痴漢や万引きがいて捕まえたら感謝されるやろ。子供が連れ去られかけてたら助けるやん。なんでワイだけダメなんや。どんな詩人逮捕しようとしたかにもよる。返り討ちにされてるんじゃ意味なくて草。やる気あんのかよ、やり直し。こういう変に正義感あるやつが一番うざい。で、ニートなんだろ、何の役にも立ってない。そんなにお国の役に立ちたかったら自衛隊に入ればいいじゃん。筋トレしてから出直して、どうぞ。YouTuber だから面白いんだろ。ニートが何してんだ。ああいうのをキッズが真似したらヤバいなと思ってたら、ニートが真似してるの草。そりゃニートはキッズの仲間だもん。夜の街を見回りしてたら明らかに怪しい取引をしてるドキュンがいたんだよ。これはママルやなってピンときて、警察に通報した。でも逃げられる可能性があったから動画で撮ってたら声をかけられてさ。捕まえようとしたらボコられたんや。弱すぎて草。ドキュン、なんだこいつ。その後、警察が来て、詩人逮捕はダメだって言われた。かなり怒られたんやが、ワイは被害者かつ通報した善良市民やぞ。感謝されるならわかるけどけなされるのはわからん。次は絶対にするなって言われた。警察は一致の心配もしてくれてるんだぞ。これで仮に一致の方が強かったとしても、警察がやるような逮捕の真似事をしちゃダメ。暇つぶしに深夜徘徊とかニートらしいな。っていうか本当に相手が犯罪者かもわからんじゃん。一般人でも声かけや撮影くらい平気やろ。肖像権って知ってる？前に YouTuber も揉めてたよな。変に勘違いする奴が増えてる。じゃあ親に文句言えよ。何か役に立てって言われたから自分なりに役に立てることを探したんだよ。警察呼んで、待ってる間に逃げられると思って録画した。それのどこが悪いのかわからん。警察みたいに公務執行妨害とかやれないしな。ただちょっと怪しいだけじゃダメなのよ。これ、相手が無罪だったら一致側に罪があるんじゃ。まあ今回はボコられたなら相手も悪いってなるけど、一致が一方的に押さえつけたりしてたら一致の暴行罪が成り立つ可能性がある。ヒーローごっこならお家か公園でやってな。一致の方が犯罪者。なんでや、ワイは町の平和を守ろうとしたんだぞ。自宅警備だけじゃなくて外もって思っただけなのに。仮に泥棒が入ったら自宅警備もできなさそう。体鍛えてないだろ。そりゃ動画勝手に撮影し始めた不審者がいたら、ドキュンじゃなくても切れるよな。言ってるからええやん。親には言ったのか。バレて怒られた。もう少しでスマホ取り上げられるところやった。もう余計なことするな、夜中も出かけるなって言われた。親にも褒められてなくて草。あちこちに迷惑かけまくりやな。そのうち一致の方が有名人になって夜、外を歩いてたら通報されそうな気がする。だから、あの手の YouTuber はさっさと取り締まるべきなんだよ。一致みたいなアホが真似するのを止められないからな。ガチ犯罪者相手だったら丸んでたかもしれないんだぞ。心配してくれてるのか？誰もしてねえよ、さっさと丸されろ。詩人逮捕なんかしても平和になるわけないだろ。そういえば前にオレオレ詐欺にわざと引っかかって詩人逮捕しようとしたやつもいたな。なぜ？忘れた、どっかのスレ。それはセーフなのかアウトなのか。詩人逮捕じゃなく引っかかったふりして警察呼べばセーフじゃね、知らんけど。警察に通報した時にその場で待ってろって言われたやろ。言われたけど待ってたら逃げるやん。ワイの記念すべき逮捕一人目なのに、手柄横取りも嫌やし。もう一度言うけど一般人が逮捕なんてすると、下手したら自分の方が逮捕されることになるぞ。変に自分によってそう。そんなことしてる暇があるなら働けよ。働く余裕があったら働いてる。無理だから別のことで役立とうとした。話が通じない。親はこういうのは家に閉じ込めておくしかないよな。一致みたいなのが出てくるとか言って警察の仕事が増えるんだよ。警察は無理やけど自衛隊なら入れるんじゃね。そんなに見回りしたいなら夜間の警備員やれよ。暇で金になるぞ。警備員なら逮捕していいのか。そんなに人を逮捕したい？なんか変なこと考えてそうで怖い。一致の方が不審者定期。同じニートだけど気持ちが全く理解できない。ニートとしてはもっと静かにこっそり生きていたいよな。目立ちたがりニートとかめんどくさそうでくさ。こういうニート増えるやろうな。勝手に正義感振りかざしててわろた。結局、ドキュンが物を持ってたのかが気になる。警察に同情しかないな。またごちゃんから犯罪者が出てるやん。SNS でも炎上してたやついたよな。悪いことしてるって認識ないのが怖い。何が犯罪を止めようとしただよ、犯罪者。もっと厳しく一致みたいなのは取り締まるべき。何警察官気取りしてんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。
ニート、機関工、警備員正社員っていうど底辺だけど何か質問あるか？まあ底辺同士参考程度になれば。機関工はどこのメーカーにいた？ホンダ。警備員って長時間拘束されるんだろ。場所によるとしか。誰が底辺にゃ。ワイとお前ら。おじさんがやる仕事。おじさんと学がない若者もやね。日本の国産大卒ほぼ全員ってことになるじゃん。ドラマになりそうなほどの復活劇。どこがだ。王道の底辺ルート。一般的には底辺だけど、正社員から入ってそのまま定年よりよっぽど根性はいるよな。根性はないけど。なんだろう、スタートが遅れた分気力は必要かもしれん。俺は大学中退してニートになって新卒切符つかめなかったパターンだけど。確かに新卒切符あればもっと楽に人生過ごせたのかなとは思ったりもするし、何より後悔してる。それだけじゃ退屈じゃね？何か趣味持てや。俺は30万の自転車買って東京中走り回ってるぞ。警備員はいろんなとこ行けるんだからサイクリングにはもってこいだ。趣味ないなんて一言も言ってないだろ。まあないけど、そのまま異世界にでも行けそうな人生だな。異世界行きたいっす。俺も自宅警備員になりたいわ。実家帰ろうかな。自宅警備も苦痛だけどな。まだビル面が残ってる。ホンダの正社員になれなかったんか。正社員試験受けないかって声がかかったことあったけど、ホンダは狭き門すぎて自分から断ったし。何より、一生工場作業が丸ぬほど嫌だった。ホンダ社員で工場作業者なんかごく少数だぞ。ホンダ、平均年収、でググってこい。他のメーカー工場社員だけど、声かけられるぐらいならそうそう落ちんぞ。もったいないことしたなぁ。地元の終わってる連中も同じルート辿ってるわ。俺も大学中退だけどそこまで後悔してないな。仕事もそこそこ楽しいし。警備員って派遣がほとんどだと思ってたけど、正社員あるのね。派遣は警備業やれないぞ。働いているだけで偉い。正社員なのに土底辺って何？ニートの俺に謝って。警備員辛くね？いろんな現場行くし。平均とはいえホンダの平均年収見たら810万って書いてあった。ホンダクラスなら平均でも1000万って数字が見たかった。これだから夢を持てないんだ。俺はそもそも夢を持つ持たない以前の次元にいるから関係ないが、800で満足できないのはただの夢見がちクソニートやぞ。平均だぞ。新入社員が500もらってるとしたら、中には1000万超えもいるということだぞ。働いてるだけ偉いと思うぞ。警備会社で現場の隊長になって、資格取って、結構稼げますよ。自分のことをど底辺なんて言わないで、幸せになってほしい。ニートから正社員になれたならええやん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい、ニートなんだが、親が来年で仕事辞めるらしい。どうなるんだ？ホームレスになるだけ。何歳だお前。フリーターっちゃフリーターだけど自立できてないからニートみたいなもん。うつで週3から4しか働けない。生活保護受けるか、頑張れ、って応援したけど70だしもう無理だって。ちな28。最近の嘘松は計算もできんのか。姉が俺の生まれる前に丸んでるからね。代わりに生まれたから親も年食ってる。お前が頑張れカス。俺はカスじゃない。週3働いてたって事実あると生活保護は通りにくいよ。でも給料は生活保護以下だし。貯金切り崩しながら年金生活ですかね。生活レベル下げないと破綻するやつ。働ける親がいるのに生活保護受けられるわけねえだろ。うっとか嘘ついて頑張らないカスじゃん。普通に診断出てるよ。そんなもん診察受けてそれっぽい回答しとけば誰でも出るわ。とりあえず、小丸社手帳をもらうなりして、薬の負担額を抑えて治療しろ。親も年金もらうだろうから生ポは無理。今までより生活水準下げてつつましく暮らすしかない。もう手帳もらってるよ。親から離れても生活保護は無理なの？もちろん、精神小丸社保険福祉手帳だよな。あと、病院はいくつかかかってセカンドオピニオンできちんと治療しろよ。そうそれ。セカンドオピニオン必要なんだ。医者によっては診断が違うから、それで薬で狂うこともあるからな。お前の親が常識人なら、扶養照会あった時にできるって答えるだろ。親ができるって答えたらお前の意思とか関係ない。やる気が出ない、鬱だ、ってなるのどうにかならん。動く時が来たんだよ、いい機会じゃねえか。その機会を見逃したり無視して行動の転換期を逃したやつが、30以上でニートやってんだよ。多分親のリタイア以上の転換期は、次は丸別くらいしかないぞ。親は何歳？69。70で辞めるって。なんだ定年かよ。お前が働く番じゃん。頑張るのはお前。今まで散々頑張ってきたのがお前の親。扶養義務のある人が支援できるから、なかなか申請通らないだろうな。親も蓄えあるだろ、残念。お前が頑張れ。それだけだ。自立支援受けろ。地域にそういう NPO があるから。自立支援って何するの？働かせられる準備するところ？まあ最終目的はそうだけど、その人の状況に合わせていろいろやってくれるよ。
病院やカウンセラー紹介してくれたり、グループワークやってくれたり。マジ？いいな。せやろ？若者サポートステーションと、地域名でググってみるといい。おお、そこは秋から利用してるわ。俺もなんとかしたいなとは思ってるんだよ。でも仕事って辛いからな。夜苦しくなって動けなくなるし、生活保護でひっそり生きてーよ。わかるぞ、なんとかしたくないと思ってるやつなんか一人もいない。生活保護も選択肢の一つだ。その辺サポステに相談できんのか。ちなみに今も学童保育で働き中。朝は苦手だから夕方だけの仕事。今は適正検査みたいなパソコンポチポチしてる。そうなんか、週2でも働けてるだけ希望はあるぞ。無理すんな。ただ、施設によっては悪質なやつもあるから支援系のセンターの事前調査は怠るなよ。中には一戸建て住宅に押し込んで劣悪な環境下で共同生活なんてのもあるからな。援助支援が皆無な施設すらある。せやな。評判とかは調べておいた方がいい。え、どうなるかわからないし決めてないままにいとしてたの。朝は苦手って、甘えるのもほどほどにな。本人が病気やと言ってるから叩いても何も解決せんで。結局、本人次第でしょう。こんなカスを支えるために税金を払いたくはない。自立支援受けろだの、生活保護受けろだの、頑張って自立しろだの、みんな優しいな。今まで散々逃げて怠けてたんだからもう十分だろ。丸んで親を楽にしてやれ。叩くのを優しいと勘違いしてるバカがいるじゃん。今のうちに頑張った方が楽になれると思うけどな。70で辞めるのはしゃあないだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。バカ、ニートは税金食いつぶすな。わい、我々があなたを社会人にできなくてごめんなさい。だよね、人をニートにしたのは社会。すなわちそれに所属する社会人全員であり、その代償として税金がニートに支払われてるだけだよね。誠にごめんなさい。いいえ。ほんま陽気すぎる。甘えんな。まあ止まると貴族でどっちが上かは一目瞭然だよね。社会人になれた人間が大半やぞ。ニートになってくれって頼まれたんか。うちの会社で働かずにニートのままでいてくれって頼まれてるやろ。嘘つけ。今後のご活躍とご検討をお祈りしてるぞ。そういう考えなら処分するしかないね。でも税金考えると年収920万円以下はお荷物なんじゃなかった。あんまり卑屈になるのもいかんが、開き直りもそこそこにね。はあ、こういうニートが見れるからなんじゃやめられないんごねー。嫌なら国を出ていくか自ら社会制度変えるしろ。ニートやで。わい社会不適合者やけど無理して仕事しとるけど、労働という概念そのものが苦痛すぎる。職場の人間関係も仕事内容も文句ないのに、それでも労働が苦痛すぎる。残業と頻繁にある土曜出勤と祝日は基本休みなしなのも文句ある。労働をしたくない、労働が苦痛という働きすぎな社会が悪いって気持ちわかる。起業したらええ。無理や、社会に文句はあるけどワイは無能やから。人の指示に従って行動しとる方が楽で多分一生人を使う側にはなれない。無能な自分と社会を恨みながら生きていくで。生活保護が無駄とかいうやつ、福祉がなんでできたのかも理解せず批判してるからな。原点はイギリスの給品法。福祉はニートが犯罪に走らんための、治安維持政策なんやで。ニートだけ集めた街作って出られなくしたら誰か諦めて働くんちゃうか。就労意欲のある人間をニートとは呼ばんぞ。ワーキングプア崩れとかなら、まあ納得いく理屈。給品員みたいなの作ってぶち込むしかないんやろか。昔なら速攻で捨てられて丸ぬか丸されるかなのに、生かしておいてもらえて感謝しろ。では、感謝の気持ちを込めてしっかりしゃぶれよ。ニートは刑務所入れて強制労働させた方がええやろ。普通に生きてるニートはゴミ以下のクズ。今は社会に余裕あるからええけど、ずっとそうとは限らないんやぞ。生活保護でも受けてなければ、むしろ消費税を払ってるだけの有料国民だろ。しかも、男なら女性のために仕事の枠を開けてあげてる革新勢力だ。働く人がいなくなったら、大好きなネットやゲームだけでなく、食べ物飲料なくなるんだぞ。ニートは素直に働く人に感謝をして、どうぞ。大自然の中で自給自足の生活をしている人だけ、石を投げなさい。年収900万以下は負担よりも、受益する部分の方が大きいんだけどね。生活保護受けてないなら税金の世話にはなってないんじゃないか？働いてても低所得だと税金ほとんど払わなくて済むしな。まあ人手不足のご時世だし、バイトくらいはいくつも見つかるだろうから、早くニートは働け。世間的にはニートあるいは無職扱いだけど、サラリーマンより税金払ってるワイが来ましたよと。普通に働くこと、意外にもいろいろ生き方あるでー。せいぜい俺のために頑張って税金を納めてくれ。ニート、働きたくない、遊びたい、俺が働かないのは社会が悪い。そもそもニートは就労意欲がないやん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイ無職ニート、エリートのふりをして女に会ってくるわ。ええやろ。デブスだけど奇跡の一枚で登録してる女に会えるで。ちゃんと複数枚登録してる女にしか会わんぞ。わろた、
笑いどころ意味わからんわ。いや、用意周到すぎてさ。言うほどか？出会い丸系で写真一枚とか顔ちゃんと写ってないとか。そんなん 100% 地雷やん。そうなのか？やったことないからわからん。どのアプリがおすすめなん？ティマルダーは無料やから初心者にはおすすめやな。そうなんや。まあ、やらんと思うけど3月。やらんのかい。暇つぶしにええぞ。もう40のおっさんやからな。若い子たちばかりのところだと居心地が悪くて。Y32 やけど26って偽ってるで。38の Y も30代って言って女の子と遊んでるからセーフ。それは嘘言ってないからほんまもんのセーフやな。身だしなみ、贅肉、肌荒れに気をつけておけば俺の年齢でも32くらいに見える。ちょっとした努力やな。ちょっとしたことで全然違うよな。無職なんかにエリートのふりできるわけないやろ。まあ女はアホやから。いつ会うねん。今日か？今日や。ちな今日の19時待ち合わせや。2つのアプリを駆使してる Y に資格はないで。ニートやからマジで女遊びくらいしかやることないんじゃ。無職ニートとボストロール。次回開講。超美人とは言わんけど波の上くらいの女やと思う。すぐバレそう。言うて今まで無数の女と遊んできたけど誰にもバレたことないで。バレてることに気づいてへんのちゃう？そもそもが女自体、底辺しかいないからエリートのことなんか何も知らんしな。一致、年収2000万、商社勤め。女、は？そこまでは持ってないけど。給与800万で不動産所得が300万って言っとる。バレてる気がするけどな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。30代のニートやが、IT エンジニアになりたいのだが、どうすればええんや？ちなスペック。30、ニート、元 SIR。言語何できるんや？ C シャープ、C、JavaScript、C ケル、スクール、Ruby。全部初級くらい。クソ雑魚なめくじやんけ。言語なんて何使っても一緒や。あと住んでる場所どこや？愛知や。無理や。そんなこと言わないで。修士論文は何書いたんや？学士やぞ。ざっくりしすぎやろ。そんなことより生活保護目指さないか？月手取りいくら欲しいんや？いくらでもどうぞ。元 SI なら逆にそれしかなれんやろ。要件定義のプロやぞ。あとエクセル。それでも一応 IT エンジニアやろ。お前みたいなやつが来ると扱いに困るから来ないでくれ。学習能力えげつないならいいけどさ。いやんご。何年やってたんや？東京来れるか？どこだって行くわ。ワインチ来いよ。IT 系を30からは無理やな。ネット見ると35でもいけるって書いてあった。まずは HTML を勉強する。いやできるけど。HTML ならちょこちょこやってたけど、あれでなんかできるようになるんか。普通ブラウザのデバッガで雑に解説するよね。今なら未経験でも言語全く知らなくてもなれるやろ。SIR って何を？ SIR とかいう、転職市場でパソコン得意な事務員扱いされるやつら。どこだって来れるんか。ほな、面接しようや、自社開発や。30でも応用以上持ってたらモテモテやろ。応用どころかネットワークスペシャリスト持ちやぞ。なお使いどころなし。IT エンジニアってどんな仕事や？ IT 系の仕事の総称。プログラマーと IT エンジニアって何か違うんか。エンジニアって本当勉強しないよな。すれば年収上がるのにもったいね。勉強してもすぐに新しい技術が出るしな。何年ブランクあるかにもよるやろ。数年ならまだ戻れる。仕事内容次第だろ。客先派遣なら誰でもなれる。また残業、残業の日々になるがええか？感染症が流行ってから残業減ったわ。基本給少ないから給料も減った。客先派遣だけはやめとけ。銀行系の客先で働いてるけど辛い。Y は F 社系列や。不丸通かな。なんで IT なんかに戻りたいんだよ。他に経験ないし。まあ経験ある分野に戻るのは無難。なんで辞めたのかって言い訳は考えたのか。YIT、別業種に転職したい。パソコン得意って経歴で思われるし、何か別のとこ行けるんじゃねえの。小さい会社の社内 SE になって定時上がり。ただし何でもや扱い。とりあえず受けてみればいいと思うよ。30前半ならどこか受かるやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、マッマに出ていけと言ったら本当に取り残されてしまった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートY35歳。マッマに出てけと言ったら本当に出ていった。最近マッマがY に厳しいから喧嘩ばっかりでさ。働けってしつこく言われて、もう嫌や、出ていけって言ったら本当にマッマが出ていったんやが、そのうち帰ってくるよな。スポンサー怒らせるな定期。お前に切れる権利ないんやで。スポンサーなのはわかってるけどニートだって傷つくんだぞ。いくら子供だからってサンドバッグ状態にしたら切れるのはしょうがないだろ。とにかくムカついて切れてたら、だんだん感情が抑えられなくなってさ。出てけ、顔も見たくないってついつい言っただけ。ニートなんか育てたくて育てたわけじゃないのに、出てけって言われたら、ああじゃあ出ていきますってなるよな。なんで相手が怒るってわかんないの？パッパは？母子家庭？マッマと二人暮らし。
パッパは数年前に丸んだ。まあでも貯金もあるしマッマも働いてるしで、なんとかやってきたんやが、特にパッパが丸んでから働けっていうプレッシャーがすごかったんや。別に毎日口答えしてたわけじゃないし、たまに怒ったってええやろ。本気で出ていくとは思ってなかったし。言い訳ばっかりやな。そりゃパッパがいなくなったら、マッマは焦るだろうに。危機感のない一致が悪い。働けって言われるくらいなんなの？実際に社会に出たら上司から暴言なんてザラだぞ。ずっと家に引きこもってるといろいろなことへの耐性がなくなるんだろうな。ニートさせてもらってる身でなんだよ。マッマ働いてるのか。自分の老後もあるだろうし、ニート置いて逃げるのが正解よな。一緒に住みたくて住んでるわけじゃない？マッマが思ってそう。とりあえずマッマが帰ってこない前提で今後のことを考えてみたらどうだ？お先真っ暗で草。ざまあ、自業自得だな。前喧嘩して出て行けって言われた時も、その後出て行かされることはなかったし、今回も口だけだと思ってた。マッマが通帳とか荷物を詰め始めた時も、当てつけだと思ってたし、出て行って数時間して飯の時間になって、腹減ったって帰ってくると思ったのに。通帳持ってくって、ガチやん。こりゃ帰ってこないな。なんでニートがいる家に戻ってこなきゃいけないんだよ。自分に何か価値があるとでも思ってる？きっとマッマは仕方ないからお前を養ってただけやぞ。イッチの年齢とかスペックは？35歳のニート。特に何かできることとかはない。パッパが丸沼ではマッマとはそこそこ普通の仲だった。まあ喧嘩はしてたけど、パッパが丸んでからマッマとの喧嘩が増えて、特に働け嫌だって感じのやりとりが増えた。働けって言われてもどうしようもないのに、働け働けってしつこく言われるとかなりイライラする。パッパが丸んだのもそうだし、一気が35になったから早くって余計に思ったんじゃないのか。そりゃ20代の時と30代の時で扱いが違うのはしゃあない。お前だけだぞ、時間が止まってんのは。まっま、今まで苦労してきたんやな。かわいそうに。誰も一致の擁護しないの笑える。平日の昼間ならもっとニートの擁護が入りそう。明日は我が身だしな。この時間帯に相談する一致が悪い。もうすぐ夜だしこのまま帰ってこなかったら家で確定やな。通帳とか貴重品は持って出たけど、マッマが大事にしてた皿とかはまだ家に残ってるんだが。それを置いてでも一気を捨てていきたかったんだろ。後悔してももう遅い。これからは一人で生きていくんやな。そう言われても稼ぎも貯金もないんやが。そんなこと知るかよ。自分の言葉には責任を持て。出ていけって言ったのはお前だ。どうせ適当に言ったんだろうな。取り返しのつかない言葉になるとも知らずに。さっさと働かないと丸ぬぞ。まあでも35までニートして遊んで暮らしたんだし、このまま丸ぬのもありかもな。連絡は取れないの？ Y が出ていけって言ったから連絡取りにくい。なんだよその程度のことか。さっさと電話しろよ。ニートにプライドなんか不要。どうせ連絡しても返事なんてないから平気。やけくそで今送った。既読にならない。今頃ニートと離れることができてあれこれ楽しんでるとこやろ。放っておいてやれよ。ニートの末路は悲惨だな。もしこれを見てるニートがいたらちゃんと働くんやで。ニートの末路は悲惨だな。とりあえず冷蔵庫の中身を確認して何日生き残れるか計算しようぜ。学生ならかわいそうだけど35歳が捨てられるとか全く同情できないな。離婚とかもそうだけど、なんで追い出した側が相手が戻ってくるって思うんだろう。マッマが帰ってこない2000ペリカ。帰ってこないって分かってたら言ってないし、ただ Y が傷ついてるってことを知らせたかっただけなんや。なんなんだよ、本当に。どうせドッキリで2、3日したら帰ってくるやろ。もっと現実を見た方がいいぞ。1週間経っても帰ってこないって。10日後くらいにニュースになるかな。正座待機して待ってるわ。孤独丸ほど悲惨なものはないよな。処理するにも金がいるみたいだし、あんまり迷惑かけるなよ。そりゃこんな奴なんか置いて逃げたくなるわな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方はニートの生活リズムがヤバすぎる。7から16時睡眠。16から17時掃除。17から19時ネットゲーム。19から20時食事。20から7時ネット。1時間もどこ掃除するん？いえ、1日1食や。毎日1時間掃除って何すんのや。ワイと似てて草。一食になるよな。ネット長すぎやろ。その時間働いたらどうですか？掃除するんか、えらいやん。ワオも正月休みでそんな感じの生活になったわ。まあ1時間はアバウト。起きる時間もその前後なんでぼーっとしとる。掃除してるだけ偉いな。そろそろお休みの時間やんけ。まあ掃除してるならええやん。9時間も寝るとかもったいねえ。ワイと同じやんけ。今日は頑張ってマッマとお掃除するんを。ネトゲっていうかソシャゲやな。あとネットとテレビ。風呂入ってないんか？今日はまだ起きてるで。生活リズム変えるわ。ニートなりたいんをねえ。掃除ネトゲ食事をバイトに変えたらワイやわ。何歳？24歳。
掃除って掃除機かけるだけやろどうせ。何時と YouTube 行ったり来たりしてたら8時間とか余裕で経ってるの本当怖い。7から16睡眠、16時から16時半掃除、16時半から19時ネット、19から20食事、20から21ネット、21から22風呂、20から7ネット。こんな感じや。マジでずっとスマホ触ってる、寝てる時以外。スマホでネットかよ。一日中家にいるんならパソコン使えよ。目が悪くなるぞ。腰が痛くなる。漫画、アニメ、音楽エコートダウンロードしてる時だけ PC やな。夜時間過ぎるの早すぎてやばい。Y ニートは11時就寝の6時半起床や。今日は起きて直すわ。夜にイベントあると昼夜逆転してあかんわ。昼にイベントあっても起きれないのに。夜更かしは簡単なのに昼起きるのつれえ。Y は今日はずっと起きて直すわを1週間くらい繰り返しとるで。あかん寝そうやわ。家に居づらいからとりあえず図書館に逃げるよね普通。一時期図書館通ってたけど本読むのはええ。おかしく居ながらダラダラできんのは辛い。わい今から寝るわ。一日は早寝しようと思って1時に寝て5時に起きたのに、次の日早寝3時間して23から3くらいで目覚めちゃって、しゃあなく携帯いじってたら7から16時くらい寝ちゃって結局治らずで辛いわ。奇遇やな。わいも生活リズム直すために昨日から徹夜や。これから散歩してくるで。夏休み中のわいやん。ちな今日バイト予定先から電話昼に来るらしいから起きてないとあかん。落ちてる可能性高いけど。やっぱ親のスネウメンだわ。今日こそちゃんと夜寝るわ。22時就寝。深夜2時ごろ目覚めて一生寝つけない。しゃあなしや、このままずっと起きとこ。3時ランラン。6時余裕やんけ。8時永遠の眠りへ。なぜなのか。これ新年早々やったわ。生活リズム全く一緒や。睡眠12時から20時。昼夜逆転は朝に用事を作らなきゃ治らんぞ。いつぞや昼夜逆転ニートか、Y は生まれ変わる、このスレを最後になんじゃやめてニート脱出や、意志は固い、って言ってて、みんなハロワに行く服とかの相談に乗ってあげてて、みんな優しいわ、頑張るわ、ってなったあたりでスレが落ちたんやが、ふとそいつを夜に見たら昼夜逆転生活のまま普通になんじゃでレスしまくってて悲しくなった。くさ、昼夜逆転しとるならコンビニの夜勤でもやればええやん。夜勤で工場勤務でもすれば、ニート上がりみたいなの量産おるで。寝すぎだろ。ニートって根気ゼロだからな。睡魔に弱い。掃除してるだけ偉いな。Y はたまにしか掃除しないし、一日中ネットか寝てるかテレビ見てるしかないダメ人間ですわ。ニートは昼夜一点すら直せないのか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。号泣五郎ニートの Y。ポケモンがやりたくてむせびなく。やらせて。ポケモンやりたい。あかーん。やらせて。変え。変えたい。はよ大学行けや。働けよ。いやだ。ポケモンやりたいんもー。社内からクソ汚い Q3DS とポケモン Y を届けてあげるで。持ってる。働けや情けな。やだね。ゴロウっていうほど浪人生か。半分ニートや。半分どころやないやろがい。高校の勉強を8年も続けることに尊敬したわ。やってえぞ。本当は何浪なんや。本当にゴロウやぞ。どうせ前作もやってたからゴロウなんてしたんやろ。よく知ってるやん。何歳？もうすぐ23歳の22歳。だよね。高校時代の同級生は今頃何してると思う？働いてたり学生やってたりニートやってたりいろいろちゃう？よう許されるな。少しだけバイトしてなかったら追い出されてる。ゴロウは逆にかっこいい。免許とか持ってるんか？持ってない。どうやったらゴロウもできるんだ。勉強せんかったらなるで。ただのニートやん。ゴロウて、現役で大学行った同級生はもう社会人になってるぞ。そんなこと知らんわ。金持ちの家に生まれてよかったな。金持ちではないで。は意外にもゴロウニートいてくさ。三浪超えたら趣味で大学受験やっとるようなもんやろ。ゴロウはポケモンは我慢してろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。高学歴の就職先、早稲田卒のニートだけどビルメンという転職を見つける。今まで食わず嫌いしとったけどめっちゃええ仕事やん。豚のホース。どういう意味？大昔にビルメンやってたコテハンが残したありがたい名言やで。ワイもボスさんみたいなほのぼのした日常に憧れるで。15万ぐらいなんやろ。手取りはそれくらいかも。昇給は少ないけど他のブラック業種と比べたら全然我慢できる。早稲田出てニートはガチもったいないわ。大学院中退したんや。すまんな。クソゴミアスペの脇が上司と延々顔突き合わせて、取引先のお偉方とピリピリした打ち合わせを毎日やる人生。ビルメンにそんな仕事あるの？基本的にビルメンって下請けやからな。まあ栄養とかほど露骨やないやろうしええわ。そびえ立ってそうでかっこええな。そびえ立つクソやけどな。ゴキブリは平気なんか？下水の匂いとか耐えられるか？ゴキブリは平気。下水は程度によるやろな。資格がオツ4しかないから入ったらいろいろと出されるな。点検取った？取りたいな。でも実技がね。
窓清掃のバイトやってた時はお世話になったで。あれ高所作業やろ。尊敬するで。仕事してたら下見てもガラスあと何枚かなくらいにしか思わなくなるで。怖がる要素はあんまない。スカイツリーの透明の床でも怖いわいにはちょっとわいにはわからん世界やな。最近は業者も使えへんで。全部自分で工事させられるし。コストコスト言われて何やるのもしんどいで。わいあんまむずい仕事は頼まれてもできずにごめんなさいしそう。そんな手先器用やないし。1年目ならそんな感じで済む。でもそのうち一人で入らされるからごめんなさいもクソもないんやで。やるしかないんや。まあ頑張るわ。大手？中小？一応大手の部類に入るはず。汚ねえとこ入らされて速度も止められてまだ終わんないの言われて、人入れたい言ったら嫌な顔されて。ワイは学生時代ゴミ屋敷やったから汚いとこは割と平気。ゴミ扱いされるのはニートも同じやしな。点検とか取ったところで蛍光灯の交換くらいしかしないで。ワイもそういう現場に行きたい。大卒で入った友人は監視室で勉強する毎日行ってたけど、会社によるんやろうな。それは施設が新しいからトラブルが発生せず暇なだけで、築20から30年の現場に配属されたら毎日トラブルが発生して忙しいらしいで。ワイもそういう現場に行きたい。うまる子掃除頑張ってな。ワイはよく家のトイレ詰まらせて直すからちょっと自信ある。空調機へのグリス注入とかめんどいで。そういうのはやらされそうやな。資格は何や？ボイラー、二例、危険物、電気工事士あたり持ってるんか？今は危険物を強んだけ。電工は取るつもりで意識買った。実際ビルメンってどんな仕事してるんや？窓清掃やエレベーター管理は専門業者に外注やろ？蛍光灯交換、空調機のフィルター洗浄、電気設備、機械設備の検診、メーターの数値読むだけとかやで。ほん、庶務にみたいなもんか。基本的に設備の点検や故障の修理みたいなんかな。早稲田って学生数多いから大手総合商社からニートまでいるのが悲惨よな。格差やばすぎやろ。自分次第でどうにでもなれるってのが強みやな。総理から悪魔まで輩出してるし。まあ悪魔を輩出したっていうより悪魔の素養のあった人間が入学してきただけな気もするけどな。てかニート率かなり高いよ。落ちこぼれるやつ多そう。自由すぎて自分を見失うんや。ビルメンっていうほどほのぼのしてないけどな。座ってるだけのいわゆる当たり現場なんてほんの一握りなんやけどな。しかも常識的に考えてそんな現場ほど人が辞めへんから飽きが出ないのがわかるやろに。さすがに座ってるだけやとは思ってない。楽な現場に配属されるやつって高齢者か他の現場で使えなかったやつか新卒入社社員やで。一致は危険物だけで採用されたんか？すげえな。業界的には若いからやろかな。うちの会社は工業高校出身者ばかりで若いのばっかやわ。肩身狭すぎんを。Y のところは大卒多いから年齢高いのかも。そうなんか、系列系なんか？一応はな。ええやん、待遇ええやろな。Y は独立系やからあんまし待遇良くないわ。数学できなくてもビルメンって務まるもんなんか。F ラン文系の Y でも務められてるから大丈夫やで。Y9 月から未経験なのに SE に就職なんやけど、もしダメになったらビルメンに転職するわ。でも最低限の資格は必要やで。第2種電気工事士、2級ボイラー技師、第3種冷凍機械責任者とかな。電気工事士は親戚に持ってる人いるから教えてもらうんを。あとは工業高校行った人が持ってそうな資格やな。まあな、認定校の工業高校の電気科出たやつは無試験で電検取れるから羨ましいんを。Y も SE というかネットワークエンジニアも考えとったけど、文系のガチ素人やとなかなかきつそうやな。Y もなんで受かったのかわからんままにトントン進んでるわ。こないだ配属先の人と会ったんやが不安とかじゃなくてとにかくやらなあかんから覚えろ。みたいなこと言われた。ビルメンの数学要素ってなんやねん。点検とかの資格。やりたいけど有資格者しか受けれへん感じやった。ええな。やりたいけど喘息患ったからデスクワーク以外無理や。手取り15万ってやばない？生活できんやん。独立系の Y でも手取り18万はもらえるで。そんでも18かよ。夜勤とかないん？利益生み出す職種じゃないし、じゃあない。夜勤もあるで、一夜勤につき2400円の手当がつくんを。夜勤ないならまだしもあってそれは辛いな。上行くといくらくらいになんの？所詮ビルメンやから大して昇給はないと思うわ。50歳の先輩でも年収380から400万程度らしいしな。ワイもそれくらいもらえるように頑張るんを。系列系なら昇給もしっかりしてるしいけるやろ。結婚しないから今の所得でも不満ないけど昇給してくれるなら嬉しい。ワイもガチの新人期間抜けたらそれくらい行くかも。まあ今はゼロやしな。ビルメンってネットで言われるほど誰でも入れへんやろ。ボイラー技師とか危険物持ってないと未経験じゃ相手にされへんで。大都市ならワイみたいに資格少なくても可能性あるで。今は資格持ってても未経験じゃ厳しいらしい。新卒なら無資格未経験でも大丈夫やろうけど。夜勤はまあやることになるわな。
夜勤といっても1時間ごとにパソコンで受電電力量と外気温度見るくらいやけどね。Y のガソした夜勤バイトみたい。夜勤楽勝なんて言ってられるのも若いうちだけよ。残業まみれの営業や SE のが辛いと思うけど。それでも夜寝られるやろ。夜勤は続けたらヤバいんや。ガチでハゲて体おかしなるで。七夕の国で主人公がビルメンになってたよな。親近感湧くんを。どうせ20代なんやろ。ギリギリビルマネはどうなん。あれ有能がキャリアアップでやる仕事ちゃうか。楽するつもりで内定受けてもうたわ。新卒カードの切り方ミスったわ。新卒ならまあええとこのビルマネやろうしええやろ。自信持つんやで。3月春から頑張るやで。ビルマネは中途の未経験ではなかなか入れんやろうから新卒で頑張りや。院中退修士号は修士中退のゴミ。一番あかんやつやん。一番あかんからニートやっとるんやで。ワイも早稲田で頼み教授のパマルハラで院辞めて病気療養してたら27になってもうた。握手。公務員受けろや。既卒になって真っ先に受けたら落ちたで。まあ面接でが丸字さらしたからやろうけど。職業訓練校でビルメン大人気らしいね。ワイも行きたかったんを。ビルメンではないが役所の公務員やってる。夜はセコムあるから昼間だけ。水漏れや空調とかの機械の故障なければ本読んでるかスマホいじってれば仕事終わる。これで年920にあって毎年昇給有給あり保険完備ボーナス5ヶ月だから笑い止まらん。それどうやって見つけたねん。ハロワにあった。総支給額安いし人気ないとか思って入ったら、組合熱心で待遇に文句言ったら基本給もちょっと上がった。これま、Y が探した時にはなかったんごねえ。新卒の時にマスコミの最終面接通ってやあんな院なんてすまんかったのにな。休学して就活したらどうや。精神疾患にかかってなければの話やけど。やめたんやで。研究室で教授のパマルハラのストレスやなんかから適応症丸発症した後放置してたらうつまで発症してもうた。Y と近いな。もうこれ以上落ちることはないから開き直って視野広げるとやってもええかな仕事見つかるんやないかな。まあ病気治療が最優先やけど。オラオラ体育会系の研究室やったから、学部の時から理不尽押し付けられまくって適応症丸発症していたのに、逆らえないまま院に進んで爆発してもうた。積み上げてきた信用も仲間も全て失って田舎の実家で治療中や。Y も田舎の実家に帰ったで。ゆっくり直してな。Y も院中退したいわ。休学して就活のがええと思う。Y は休学しても適応症丸治らんかったから中退したけども。一般的には有利や言われている大学で頼みこのざまだとほんま絶望するで。文系の学歴なんて新卒逃したら紙切れいかやと今切に思う。ビルメンの現場って、ほとんど高卒か派遣社員やから大卒への嫉妬や批判うざいけど耐える覚悟あるんか。むしろ大卒の現実を Y が教えたるわ。慶応でビルメンやっているのいたけど。まあそいつは学歴への固執が強くていかれていたわ。すれ違っただけの赤の他人と学歴で喧嘩になるようなやつだったからな。司法浪人を経てビルメンになったらしくいろいろと辛かったんやろうけど、アル中だったけどまだ生きてんのかな。固執したくなるのはわかるけどプライド捨てないとやってけんわな。そいつの PC のお気に入りに全国高校偏差値みたいなのがあってドン引きした。40歳超えてだぜ。子供がいるわけでもないのに、にちゃんで学歴のこといろいろと書いているやつってこういうやつなんだろなって思ったわ。勝手に Y みたいな20代後半や30前半やと思ってたわ。40超えてそれはきついな。当時40でそれで今ではもう50近いと思うんだけどそれだからな。しかもおそらく狙いやし。まあある中だったし丸んでいるかもしれんけど。そんなに学歴好きならせめても塾講師でもやれば気が紛れそうなのに。月収手取りでどのくらいや。15から16であとボーナス。言うほど楽じゃないしお前みたいなの向いてないよ。そんなん言い始めたらワイは働くことに向いてないわ。仕事も人間関係もきつそうなイメージ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は朝起きたらマッマが知らない人だったというニートの一致の話を紹介するよ。ニートは40歳。朝起きたらマッマが知らない人だった。なんか今朝起きたらマッマが知らない人だったんだけどどうしたらええ。っていうかマッマはどこ行ったんや。パッパはどこ。再婚したわけじゃねえよな。昨日まではマッマだったの。昨日までは普通にマッマがいた。最後に顔を見たのは昨日の晩飯の時。うちは母子家庭だからパッパはいない。母子家庭でマッマが別人って地獄やん。整形してきたんじゃね。整形ってレベルじゃない。誰なのかさっぱりわからん。朝起きたら朝食が用意されてて、キッチンにいるマッマの後ろ姿がおかしくて、最初は気にせず飯を食ったけど、やっぱり気になって見てみたらマッマじゃなかった。特に Y に危害を加えてくるわけやないけど一緒の空間にいるのが気まずすぎる。母子家庭でアパート暮らしだからマッマの部屋、Y の部屋、狭い LDK しかない。部屋に引きこもってればいいかな。
思い切って聞いてみろよ。母子家庭なのによくニートできてるな。離婚とかじゃなくて、父親が Y が高校の時に丸んだ。生命保険とかあれこれ入ってたらしくて、パッパが残したお金でニートしてる。マスマはパッパより9歳若い年の差婚。ここで質問しても解決しないだろ。なんか怖いな。夢とか糖質とかじゃね。マスマとの共通点はないのか。髪型も違うし、雰囲気も違う。なんで A にいるのかがわからん。Y に何か用か。単純に、マスマが留守の間に一致の世話を誰かに頼んだんじゃねえの。マスマから何か聞いてない。ここ最近働けって言われる回数が多くて嫌になってた。それで3日間くらいほとんど話してない。だから何も言われてないと思うんやが。置き手紙とかないの。不自然な点が多いな。ただの糖質だろ。お薬増やしておきますね。なんで会話してみようとしないの。怖いじゃん。何歳。40歳児。くさ。ただマッマに逃げられただけだろ。一致がさっさと理由を聞かないからイライラする。鍵をマッマから借りないと部屋に入れないよな。何があったんや。イッチが40ってことは、年の差結婚だとしてもマッマは60超えてるよな。じゃあ代わりに来たマッマは60くらいなの。もっと若く見える。あ、わかった。イッチの結婚相手じゃね。ニートと結婚する物好きなんていないだろ。じゃあなんなんだよ。早く聞いてこいよチキン。急に親じゃない奴が家に来たんだぞ。聞けるか。怖すぎるやろ。よく考えたら朝食も食べずに捨てればよかったかな。何か入ってたかもしれん。おめでとう。あとわずかであっちの世界に行けるな。さすがに飯に何か混ぜるとかはないやろ。ニート丸して犯罪者になりたくないもん。これ、そのマッマもどきもイッチに聞かれるのを待ってたりしない？嫌なら家を出ればいいのに。マッマの罠じゃね？イッチが怖がって家ですると思ってたり。で、どうすんの？家でぼーっとしてるの？ちょっと冷静になりたくて部屋で引きこもってぼーっとしてる。もう一度部屋を出たらマッマに戻ってるとかないかな。ねえよ。もうどっちでもいい。あと1時間したらもう一度確かめてくる。何のホラー映画だよ。イッチ、後ろ、後ろ、逃げて。うわぁ、やば。イッチの部屋、何かいるぞ。それ系怖いからマジでやめてほしい。30代超えてからホラー系の番組を見てトイレのドアを閉めれなくなったことがある。嘘やろ。ボトラーしてろ。マッマが買い物に行ったっぽい。どうしよう。戻ってきたら元に戻ってるといいんやが。まだ言ってるよこいつ。一回寝たら？起きたら元通りだよ。そして目覚めることはなかった。大丈夫、大丈夫。寝れば解決。意味がわからない。マッマが買い物から帰ってきて、思い切って見に行ったらマッマだった。さっきのマッマはどこ行ったんや。混乱してる。ちな、寝てない。やっぱり糖質だと思うわ。お薬出しておきますね。現実と非現実の区別がつかなくなってるんだと思う。つまり中二病の悪化したやつ。薬はない。全部エッチの勘違いじゃねえの。マッマに聞いてみた？聞けるわけないやろ。買い物で入れ替わったんかな。何がなんだか本当にわからん。糖質なのか？今までそれっぽい症状はなかったの。糖質は自分で病識を持てないのが怖いんだよ。イッチみたいにな。どっちにしろ40代ニートはクソ。そもそも40代だとニートじゃなく無職定期。ただのドッキリじゃね。イッチが親に何も聞かんから面白くない。じゃあお前らなら聞けるのかよ。実際にこんなことになったら呆然とするか。逃げるしかないやろ。これ、明日の朝になってまたマッマが入れ替わってたら怖いよな。あるんじゃね。家事代行じゃねえの。ニートとずっと住んでると疲れるから。そんな金ないだろ。結局、イッチが親に聞かないから想像することしかできないんだよな。まあとにかく40で家にいると親が何か計画してもおかしくないと思う。朝食後に変になったのなら、朝ごはんに何か入ってたんじゃねえの。謎すぎて怖いんだが。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y の弟、Y のことめっちゃニートと呼んでることが判明。弟が自分の部屋から電話しながら外に出るときに、うちのめっちゃニートさーみたいに話してて、それを聞いたリビングの母が対面に座ってる Y に、めっちゃニートってあんたのことよ。って教えてきた。めっちゃニートって言ったら弟の友達全員に伝わるらしい。悔しいよな。まあええんやない。兄からニートに格下げしただけやん。ニートじゃないのに。在宅ワークかな？めっちゃニートってなんやねん。ちょっとニートもおるんかいな。めっちゃニートくんはいつ働くんや？ちょっと休んでるだけなのに。何年休んでるん？1年くらいよ、大体。じゃあちょっとニートやな。ちなみになんで仕事辞めたの？自律神経失調症ってののひどいのになった。そらしゃあないな。今は経過どんななん？今は多分完全じゃないけど治ってるんだろうけど。普通にやる気が出てこない？もう一度社会にもまれるなんて考えられない。弟が働いてるなら言われても仕方ない。学生なら携帯壊せ。弟は学生や、まだ学生や、学生なんてほぼニートやろ。ちょっとニートもそれはそれでくさ。通院してるならええんちゃう。してないなら働け。
一応大学病院です。入院も最近までしてました。いつかは働かないとは思ってる。弟よ、笑っていられんのも今のうちやで。あいつも才能あると思う。そしたら兄弟でニートか。弟も恩恵してるしな。 Y のスレももしかしたら見ちゃうかもしれんな。兄弟で恩恵とかエリートすぎるやろ。1年収いくらだったん？400ちょっとじゃないかな。ちゃんと知らないけど、でも全然仕事は振るってなかったよ。学生の頃は働くことの大変さなんてわからんもんやしな。許してあげて。なんか流れで働いてるだけと思ってるよな。結構大変なんだって当然のことかもしれないけど。家族と仲悪そうやな。母とは高校時代から一回も仲が悪くなったことないから。相当仲がいいけど、弟は全然仲良くないな。なんか昔から弟も Y も似すぎて仲良くないな。何歳？24歳です。Y は毎日同じような日を繰り返して、弟は今日もめちゃくちゃ部活して友達と遊びまくりながら帰ってくる。とりあえずハロワに行ったら失業者に格上げするで。ガチであそこだけは行きたくない。無職とか失業者とか Y らを卑下するよな。でも今は寄生虫なんやろ。寄生虫やないし、一応酒は Y の金で買ってる。酒で生活してんの？まあほとんど酒やな。今日はたまたま少ししか飲んでない。今宅配取ってきたけど、あの目は姉さん、Y を無職やと思ってたな。まあヒゲ生えた成人なんてほぼ無職か。結局めっちゃニートじゃんか。精神神経科で病気と診断された。医者診断の自律神経失調症と、それに伴っての軽度の鬱になったせいや、今は職を失い休憩期間を過ごしている。短期失業者と呼べ。その後、弟もニートになったのかな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート辞めて仕事始めたけど結構面白くて草。できること増えるの自信につながっておもろいわ。始める前は不安しかなかったけど案外慣れるもんやわ。よかったやん。自分でも意外やった。よかったわ。バイト時代は興味ないことを無理やり時間売ってやってる感で憂鬱だったけど、今は普通に興味持ちながらやってるから好きな科目の勉強みたいな感じやわ。偶然にも合ってるねや。一気よかったな。3月。こういうやつもおるから世の中捨てたもんちゃうな。頑張れよ。3月。何の仕事？何の仕事始めたん？機械設計や。図面描いたり試験してる。未経験でんなもんできんのかすげえな。まあ大学出た後2年くらいニートしてた感じやし、ブランク付きの新卒みたいな扱いや。良い職場に入れてよかったな。職場もよかったわ。3月。始業か？ちゃうな。かっこよくて憧れるが。それ最初だけな。だんだん嫌になってくる。慣れすぎて辞めたいほどつまらなくなってしまったら転職とかで工夫しようと思ってるけどな。奥深いから飽きることなんてねえよ。深いよな。身の回りのすべてに機械設計関わってるから詳しくなるほど知りたくなる感はあるし、もっと熱量上がったらブログとか書いてみたいわ。最終的に本とか出せたら最高だけど。1から2年経てば熱意消える。3から4年で辞めたくなるのよ。ほいで5年超えたらもうスキルついてるから辞めようにも遅いとなり吹っ切れる。スキルついてるから遅いってなんや？会社にとって替えのきかない人材になってるから辞めにくいってこと？スキルあれば他の職場でも応用できそうやが。人材的な部分もあるけど、専門職だしここまでやると鞍替えするのはもったいないってことだと思う。そういうことか。Y は職種は気に入ってるんやが携わってるもの、製品、業種だかは他にもっと興味惹かれるものあるから、その観点だけで言えば鞍替えしたい感はある。工作機械とかやりたいわ。面白い仕事見つけてよかったな。3月。すげえ頭いいんだろうな。Y も設計やれって振られたけど、けど苦痛すぎてあかんわ。慣れな気がするで。Y の場合は周りに質問しまくるようにしてから楽になってきた。周りに教えてくれるベテランいなかったら独学とかで切り開くしかないかもやが。いい仕事に出会えたんやな、おめでとう。3月。同僚やん。機械設計面白いよな。おもろいわ。大学で勉強してた時は成績と単位のためだけにほぼやってたけど、普通に仕事で現物とか見ながらやってると機械要素とか身の回りの製品いろいろ興味出てくるわ。経験20年以上の Y が保証する。一生ものの仕事やから頑張れ。 Y も最近無職脱出できたやで。お互い頑張ろうや。おう、頑張ろうぜ。こういう可能性もあるから20代前半で脱ニートした方がいいんだよな。その調子で頑張れ。 Y はニートになりたい。3月。復帰できそうな目処ありそうならどっかでニート期間設けられるとええな。5年もしたらいかに楽な仕事で売り上げ出せるかで試案するよ。それも面白そうや。今の Y にはそれを考える余裕は全然ない。半年経ったら飽きて辞めたくなる。ソースは Y？ 5ヶ月くらい経ってるけど全然飽きんで。つか最近やっとできることとかわかることが徐々に増えて、点と点が線になり始めてハマり始めてきたくらいや。何でもできてくるとどんどん仕事任されて鬱になってやめるんや。
その頃にいい感じに後輩とか入ってくれるとええけどな。たかぶっちゃけワイは最終的に独立して機械設計事務所開くこととかも興味あるから、辞めることにあんまり抵抗ない。今は思ったより楽しいから、数年頑張りまくって少しでも上司のレベルに近づこうってモチベーションが強いけど。3D CADならレゴブロックで遊んどるのと変わらんけど需要ある。転職に困らんけど転職しなきゃ昇給はないと思って間違いないで。CADもやってるで。今の職場だと年収の上限割と見えてるから数年後に転職することも若干考えてる。煽るつもりないんやけどニートって就活の時何してたかとかなんでニートしてたか聞かれるやろ。なんて答えてたん。ファンボとかで二次元の大人向け同人作家やってたから、絵をネットで売ってしのいでました。とか言ってた。面接時とか雑談時の会話では、かなり伏せる言い方になってたけど。機械設計は本当に向き不向きがはっきりしてると思う。部品単体のものができて感動とかはすぐなくなるけどユニット単位の感動はいつまでも残るよ。ユニット単位での設計とかできるようになりたいわ。交差と機構さえ覚えれば意外とやれちゃう部分はある。機構はミスミのユニットが案外参考になる。コストを天秤にかけた交差は肝骨だと思うからやってなれるしかないけど。そうなんか、ええこと聞いたわ。機械設計？何の業種やってるんか気になる。設備設計やってたけど一昨年に部署移動で開発業務やってる。正直、機械設計やってた方が楽しかったから一致が羨ましい。Y は物の性質上試作なしの特注ばっかだからきつかったわ。Y には無理だと逃げ出した。試作なしの特注ってどんな点がきついんや？失敗、試行錯誤が許されないんか？特注って試作の予算でなかったりするんか？でないしそもそも納期がいかれてるから、一発で作ってダメでしただとスケジュール的に終わり。そして設計開発期間もほぼないから、試験検証なんてものもなく経験とセンスでやらなあかん。なるほどな。仕事取る営業とか仕事振る上司とかが納期やら仕様とかの面考慮せんときっついんやろな。面白いわけねえだろ。今の仕事の楽しみ方見つけるか、別の楽しめる仕事見つけろ。世の中嫌なことがあっても何も得られないことなんてたくさんあるけど、仕事って仮に嫌でもちゃんと給料がもらえるからね。そうなんよな。金があるってのがでかいわ。それに加えて好きなことやから遊んでお金入ってる感じや。てか人付き合い楽しめるとかイケメンかよ。イケメンニートが世界で一番嫌いだわ。業者のくせに弱者ぶってんじゃねえよ。イケメンではないぞ。集計恐怖症とか視線恐怖症になるくらいには人に容姿バカにされてきたし、それが尾を引いて大卒後ニートになってたからな。できるわけねえだろニートの分際で。お前は小学生レベルの算数やって楽しい楽しい言ってるだけだよ。すぐに中学高校レベルについていけなくなってやめるわ。欲を言えば研究職に就きたいわ。今でさえなんか好きなこと考えたり調べて遊んでたら金貯まってるって感じやから、卒研よりもおもろい感じやけど、研究職はもっとその感覚強いやろな。うぜえわこいつマジでうぜえ。失敗すればいいのに。頑張れば研究部署に移れそうやけど、実家出て東京行かなあかんから給与の低さも相まって金がきつい。研究じゃなくて開発やったわ。真面目に成功したいなら南J から離れることをおすすめする。ここは丸に耐圧とニートが多すぎる。学生期間とかニート期間は5チャンネルに入り浸ってたからフルス感があってふとした時による癖があるわ。一気健常者やん。仕事始めてから健常者化してきた。南J とお別れの時が迫ってるな。寂しいやで。そうなん。 Y はニートやけど、じゃあ働くのは君に任せるよ。頑張ってくれ。一致 Y に仕送りは。ええー、な。 Y も自分に合った仕事探したい。一致脱ニートおめでとう。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。地方オレシニート、健康的すぎる。朝日を浴びて起床。ロードバイクで爽やかな風を受ける。松屋で激安朝定食290円。図書館で読書。ミスドでドーナツ買って帰る。映画見ながらビップ&ドーナツ、ゲーム、テラリア、スイミングすり8時間。理想的な暮らしで笑った。寝て、運動して、しっかり食べて勉強して寝てる。もう永遠にこの暮らしができそうで焦る。働かなきゃ。生意気だぞ。金は？すまねえ。金は親にもらってる。1日500円くらい。こんな時間に起きてて健康的なわけないじゃん。最近夜更かしになってる。やばいなぁ。哲学書でも読んでそう。哲学とか興味ないな。宇宙の本とか見てるよ。親金持ちなのいいなぁ。マジでこういう国でいいと思う。世間に自分の能力を証明したい奴が頑張って儲ければいい。ベーシックインカム派よ。収入源が安定してるなら良いんじゃない。そんなにめちゃくちゃ裕福でもないけどね。俺も金使わないし家族も金使わない。月2万くらい配るとかは良いと思うよ。みんな好きなもの食べたり映画館行ったり些細な楽しみがたくさん増える方が大事。働いてる奴よりいい生活してるやん。働いてる奴はどんな生活なん。7時30分に出勤。仕事。
17時帰宅、家事など、10時睡眠。子供がいるともっと何もできない。幸運な人生羨ましいよ。君は幸福じゃないの？孤独を感じないのならかなり理想な生き方。でも親は一生一緒にいるわけじゃないからな。親がいなくなった後が心配やな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方ニートY31ハロワオで金になる。もう仕事無理や。でも一ニートじゃん。ニートは仕事ちゃうやろ。なんでなの？トイレにトイレットペーパーを突っ込んでるとこ見られた。なんでそんなことしたん？しゃあないなまこや。ドア開けて埋まる子してたんか？ちゃうぞ。Y がトイレから出て1時間後ぐらいにトイレ開けた瞬間水が溢れてきて防犯カメラで見られた。ガイガイ。平謝りするしかないやら。そもそもなんで突っ込んだんや。は？しょうなんやろ。かわいそうに。ハロワで金になるレベルの小丸があれば生ぽいけるで。仕事させようとしてくるし詰まらされて当然やな。ロールごとぶち込んだんか？ほんまにハロワで金とかなら生活保護の就労支援とかどういう扱いになるんやろ。ハロワで金になりました社会不適合者ですって生ぽもらって、社会から隔離されて生きていってくれメンス。どういうことなん？で金が違法や言うて裁判起こしたら勝てるかもしれんで。トイレットペーパーでで金は草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。マジレスニートを社会から消し去りたい。ニートは行動悪くなよ。でもお前もニートじゃん。社畜さん距離いいっす。かけてもいいけどこいつニートだわ。本当丸んだ方がいいよね。だよな。この国のガンだし早く丸んだ方がいいと思う。一旦今のニート絶滅させてから俺がのんびりニートするわ。なぜそう思うのか論理的に書かないと感情論だけで語っても何も伝わらない。日本の国家財政が逼迫してるのに、高齢者ばかり。その高齢者も働いているのに、働ける能力があるのに働かないのがニート。ニート、引きこもり、ホームレスは他人のために何の役にも立っていない。年金や生活保護という公的資金を食いつぶす、悪であり、社会のお荷物。人間として恥ずかしくないの？アルバイト程度であっても長年やってきてホームレスになってしまった人は、年金の掛け金や所得税という税金を払ってたから、働けない時に公的資金を使っても良いと思う。でも今までに働いたこともない。職歴も資格もなくて、今後も働ける見込みのないニートや引きこもりの人は、自丸すべきだと思う。せいぜい、親や兄弟が、何もしなくても生きていてほしい。と思ってくれてて。生活費を負担しているならともかく、親兄弟にまで見放されているような人たちは、早く丸んだ方が世の中のためだろ。まさか律儀に答えるとは思わなかった。まあ確かにその意見には個人的に概ね賛成だね。丸ケースら実行されないこんな世だから、対案として、ニートに認定された者には何らかの強制プログラムを義務付けるとかはどうだろうか。それもありだね。人権を無視した強制労働に徴収するよう法案が可決されれば、ニートどももなんとか職にありつこうと必死になるだろ。どうでもいい。ニートが嫌いな奴なんてそいつの親ぐらい。そうだ。ニートは日本から離れた無人島に送ろう。そこで繰り広げられるニートたちのサバイバル。裏切りや欲望、生き残るため丸試合。ニートを続けたせいで引きこもりになった奴は丸んだ方がいいと思う。しか就職できないニートどもは学生時代何してたの？ずっとゲームとネットしてたの？そうだが。潔すぎて笑った。ニート税を取るべきだよな。ニートより不正受給なマポ貴族の方が害悪。バカに生きやすい世の中にして果たしてこの国はどこに行きたいんだとは考える。それは思うわ。日本は格差がなさすぎなんだよな。一部の勝ち組除いた大半の早稲田と日大の生涯賃金なんてほとんど変わらない。これじゃ子供に勉強頑張れなんて言えないわ。一致は家族に無職がいるのかな。そうでなければどうでもいいことかと。自分から人生退場してるんだから。家族にいなければ幽霊も同然の存在だよ。退場してるだけならいいんだがな。奴らは限りある資源を食い潰すから始末が悪い。そのくせ何も生み出さない、消費だけを続けるお物。ニートは種を残さない。これが肝なんだよ。その人員もミームも消えていく。伝わるのは働く者の精神であって社会はニートに滅ぼされるほどやわじゃない。君のレスは面白いね。論理的だし、反論する気も起きない。それもまあ一つの考え方だろうね。お前より金持ってるネオニートだけど何か？一人暮らし、親とは絶縁、税金もちゃんと払ってる。金転がして資金増やしてんだろ？そういうのは見逃してやるよ。ニートやってるってことは親の金で生きてんだろ？金持ちの道楽だよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、買う気がないのに毎日店員を困らせるニートの一致の話を紹介するよ。ニートは42歳。買う気がないのに毎日店員におすすめの家電聞く。ニート生活が暇すぎて、面白い趣味を作ったったわ。
特に買う気がないのに、家から徒歩15分くらいの家電量販店に行っておすすめの家電を質問して30分くらいダラダラ話して帰ってきてる。コミュ力を鍛える練習になるし、単純に、新しい家電の説明を聞くのが楽しい。店員さんはちょっと疲れ顔やが、まあ若い店員を狙うようにしてるから、接客の練習になってウィンウィンやろ。全然ウィンウィンじゃなくて草。店員さんの営業妨害をするな。買う気があったとしても、1時間くらいグダグダ悩んだ末に帰宅されたらうざいのに、イッチみたいに買う気がないのは論外。でも、親戚のおっさんが、買うのはアマゾン楽天だけど商品の説明は量販店で聞くって言ってたぞ。メーカー的には問題ないだろうけど、店的には。ワイなら1回目で切れるわ。まあ店員さんの忍耐力の強化にはなってるかもな。イッチは家電が好きなのか？子供の頃から電気屋が好きだった。まあどっちかというとラジオを分解したりの方が好きやが。親に怒られてやらなくなった。家にいると暑いけど、家電量販店は良い感じに涼しいし、あれこれ聞いて時間を潰せるのが好き。毎日行ってるから、そろそろ顔覚えられそうでやばいな。これを趣味と言い切るニート。なんで世の中にこんなゴミがいるんだろう。家電量販店でニートをどうにかする機会を売ってくれ。きっとめちゃくちゃ売れるから。大きな店か知らんけど、そろそろバレてできんだぞ。できんになっていないのが不思議。それこそ練習相手って思ってるとか。そりゃないだろ。売れない相手に練習もクソもない。趣味ってことはまだ続ける気なのか。他に楽しみがないんだよ。家にずっといるとマッマがごちゃごちゃ言ってくるしさ。ニートなことはだいぶ諦めてるけど、一日中家にいるのはダメだってさ。外をうろついて時間を潰してるけど、それじゃ暑いし疲れるし。家電量販店で時間を潰すようになってから会話もできて嬉しい。追い出される10秒前。1ミリも役に立ってないのがウケる。家電が好きなら量販店でバイトしたらええやん。何かできる仕事はないの？分解好きなんだろ？じゃあ工場系は？一度、組み立て系の工場に派遣で半年くらい行ってたことがある。そこだけは楽しかったし、なんなら続けたかったけど、同じ場所に何ヶ月もいられないとかで飛ばされた。正社員にしてやるとかも言われてたのに、結局そういうのもなかった。裏切られたからもう働かん。派遣って立場だからしゃあないな。派遣って引き抜いて正社員にして良いんだっけ？そこで頑張れたのなら次に移って頑張ればよかったのに。ああ、せっかくのチャンスを。チャンスをって言うけど、あの時はまだ30前半やったし、今はもう42歳や。Y みたいな売れ残りの家電を中古でも欲しがるやつなんていないって自分自身がよくわかってる。3ヶ月から半年であちこち転々とするのも無理や。Y は一度慣れるとそこにずっといたいんや。また何もかもがリセットされるのは苦痛。じゃあ正社員を狙って頑張ればよかったのにな。まあ確かに42歳でブランクが10年以上あるやつが働けないのはガチ。じゃあ、こいつはどうなるんだよ。ずっと家電量販店で迷惑かけ続ける日々か。そのうち親が丸んで生ぽ生活だろ、察し。働けるのに働く気がないやつは大嫌い。小丸とかはないんか。何もないけど、新しい場所に行ったり移ったりは苦手。同じこと、単純作業をひたすらやってたい。面接も無理だし、基本、人と関わりたくない。誰かが勝手に働く場所を決めてくれて、誰とも接することなくビデオで指示をくれるなら働いてもいい。別に物欲がないから金もいらない。ただ淡々と働くだけで衣食住を保証してほしい。あ、でも家電量販店の店員みたいに好きなことを一緒に話せる相手は別枠で欲しいんだよな。わがままで草。でもイッチみたいに、仕事くれるならやってもいい。ただし人間関係ゼロなら。ってニートは割といそう。刑務所みたいな施設を作るしかないってことか。そこまでする税金がもったいない。ニート構成プログラム。ニート保険って作ってくれないかな。妊娠中だけ入れる保険で、子供が万が一にも引きこもったら月5万保証とか。それわざとニートするやつが出てくるやろ。ニート保険は草。今日も量販店に行くのか。今もお店の前なんやけど、なんか睨まれてる気がする。できんきた。ほらな、マークされてる。さっさと話しかけてこいよ。今日は冷蔵庫かクーラーか。やっぱり目をつけられたんかな。Y の唯一の趣味やったのに、あと1ヶ月は楽しみたかったわ。迷惑すぎ定期。残党。もうちょっと生活を見直せよ。ニートならせめて周りには迷惑をかけずに生きてほしい。ニートはこれだから。ニートって生きる価値ある？ない。臓器提供のドナーになるか、毎月献血にでも通えばよくね。献血くらいならできそうだな。家電量販店の店員さんが不憫。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。どんくさい元ニートが花屋バイト始めた結果、容量悪すぎて辛すぎ笑った、腰も痛い。重労働？忙しいし厳しいよ。いろいろ言われすぎて自己嫌悪やばい。汚いボロカスニートがよく花屋なんかに雇われたな。20歳で若いからかな。花屋ってそんな大変なのか。舐めてた。市場か？普通に小売店だよ。
温室ある？ないよ。キーパーっていう花用の冷蔵庫はあるよ。まだ楽そうでよかったじゃない。温室がある花屋もあるんだな。暑い中作業するのは確かに大変そう。花屋に限らず接客業は辛いよ。出会いある？ないよ。若い女子の新人とか入ってきても俺より有能だろうしバカにされる未来しか。花を買う客層って民度良さそうだけどそうでもないのか。客の民度は結構いいよ。他と比較できないけど、お金持ちそうなマダムとか多い。ただ容量悪すぎて先輩たちに怒られまくって呆れられたりして自己嫌悪が。感染症の中で生き残った花屋とか超大変そうな。生き物相手だから大変そうだよな。全滅させるとかありそうだし。一回花が入ったバケツひっくり返してめちゃめちゃ怒られたわ。花びらに水滴一つでもつくとすごい言われる。とりあえずしばらくは頑張りな。ここでくじけるとその癖がついて本当にこの先終わるから。辛いのは体ついていけるようになって仕事覚えるまでの3ヶ月くらいまでだから頑張れ。初めて半年経ってるんだわ。発達に接客業は一番やらせちゃいけないやつ。でもバイトって基本接客しかないよな。忙しいから何でもやらされるよ。そして作業が遅いって怒られるよ。バイトって大学生でもない限り半年も続けるものではないだろ。そろそろ次を経験しなよ。そんなもんなのかな。まだまだ何も身についてないんだけど。覚えることめっちゃ多そう。種類によって扱い変わるだろうし、そもそも花の種類を覚えられる自信がない。大変だわ。暗記は得意な方だけど仕入れごとに値段も変わるし。しかも花言葉も言えなきゃいけないからな。不思議なことに花言葉を聞いてくるお客さんには一回も遭遇したことないわ。贈り物に適した花選ばなきゃってことか。肉体労働もあるしても荒れそうだし頭も使うとかやべえな。花屋に男店員がいるとババア客が増えるらしいぞ。ってあれに気をつけて頑張れ。半年とかまだまだ怒られるに決まってんだろ。とりあえずワンシーズンやれ。まだリハビリの期間だよな。働いてて偉い。20歳とか何一つ積んでない年で草生える。スーパーの花屋の店員見たらめっちゃ平和そうだけど。私もお花屋さんなる。とりあえずあと1年頑張れ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。トッモ、おいニート、今日遊ぶぞ。わい、ごめん今日面接あるから無理。トッモ、は？断れよ、お前はどうせ受からんから。こいつ殴りたい。遊びに行く言うてもいつも車出すのは嫌し、居酒屋しか行かないし。居酒屋で酒飲んだら説教してくるし。お前も早く働けよ、情けないと思わないのか？親に対して申し訳ないと思わないのか？って言ってくるし。しかも酔いつぶれたこいつを介護してくるまで家に送るまでせなあかんし、もう嫌や。タクシー兼サンドバッグやん。せやで、大手辞めてからなぜか Y に対するあたりがものすごく強くなって高圧的になった。会社でのイライラを一気にぶつけて自分は酒飲んで気持ちよく寝たいだけやんか。そういうことなんやろうな。トッモじゃなくて一致そいつの子分やん。そんな気がしたから今日は絶対行かないと断ったんや。友達じゃないよそんな人。学生の時は親友と言えたんやけどな。お互いの深刻な悩みとか相談し合ってた。火の玉ストレート。さっさと切れ。お前のせいでつまらん休日になったって言われたわ。ヤンデレ味を感じる。おいニート、面接どうだった？14時からや。対等じゃなくなったんやね。人は環境で変わるよな。上に行くとクソさが増す。ワイがまだ働いてた頃は、A 会社の正社員様や、お疲れっす。って調子よく言ってたから、寄せ合い、って返したりしてたけど、ワイが無職になってからはずっとこうや。残党。聞き覚えのあるバイクの音聞こえたからまさかと思ったらトッモが家の前におるわ。こいつ工場勤務で頭おかしくなったんやろうか。楽しそう。お前のことよくわかっててくさ。ええ友達やんけ。どっちもどっちな気がするよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート3兄弟を作り出したうちの母ちゃんの教育法がひどすぎる。漫画ゲームテレビは一切禁止。友達の家に行くこと禁止。家に連れてくることも禁止。成績は全教科9割以上学年1位以外認めない。達成できなければビンタ説教反省文。ノルマを達成しても褒め言葉の一つもない。そのくせ大学には行かせてくれない。習い事は塾。修学旅行は欠席させる。家事全般やること。お小遣いはなし。何か必要なものがあれば説明する。大体必要ないと言われる。お年玉は全部親預かり。俺らの将来のために貯めてるらしいがどうなってるのかは不明。使いたいと言うと怒られる。ヒステリー理不尽に怒鳴る叩く当たり前。父は見て見ぬふり。昨夜なんでうちの子はこうなってしまったのと嘆いていた模様。ざまあみろ。ニートは何やって過ごしてるん？三兄弟で将棋やったり麻雀したりしてる。今はゲームとか解禁されたの？されとると思うけど特にやらんな。いつ襲われてもいいように筋トレしとけよ。体は鍛えてるし無駄に体格いいから大丈夫。
過干渉が原因だな。俺もニートだけど成績優秀な兄貴は放置。妹も俺よりは放置されていた。俺だけ口出ししてきたクソ親父。放置しすぎもダメだけど程よく自由にさせるのも大事だよな。頭おかしい。だろ？ニートどもの詳細悔しく。詳細って言われてもな。兄多分31歳高卒ニート。身長185くらい。俺28歳高卒ニート。身長189体重78。妹多分26歳高卒ニート。身長170くらい。ジョースター系か弱ろか。3人とも無駄にでけえ。ほんと無駄にな。小遣いの使い道で理由が通ったケースを知りたいんだが。鉛筆とか消しゴムとかノートとか。これが強依存か。依存かな。ロープ、ロープ。親に迷惑かけるため生きるわ。ニート3兄弟楽しそうでわろた。楽しいよ。母ちゃんはしょっちゅうひすってるけど最近はうるさいだけで怖くもなんともないし。かわいそうとは思うし同情するけどニートと関係あるかはなぞ。そうだな。一つ確かなことはクソ親に迷惑かけるためにニートしてる。お前が現状を自力で打開しない理由にならないんだよな。打開する気ないし。なんで高校卒業して家から出ていかなかったんだろう。出てた時期もあるよ。母ちゃんの責任にして楽してるだけ。それが将来自分の首を絞めることになるからさっさと外出て仕事しろ。親の年収は？知らん。裕福かどうかくらいはわかるだろ。まあまあでかい。教育法てか貧困の税っぽい。働いて家出た方が楽なんじゃね。ニート3人養えるんだから裕福なんだろ。うちの親と似てるがここまでひどくはなかったな。ちなみに元ニート、今は実家と縁をほぼ切った状態で一人暮らし。なんか楽しそうな兄弟だな。兄弟は仲良し。なんで大学行かせてくれなかったの？そこが謎なんだよな。いい成績を取らせたのは同級生の親や親戚に自慢するためだろうけど、それなら大学に行かせやもっと自慢になってたのに。ニート許してくれてるならいい母ちゃんじゃん。お前も気にしてないみたいだしな。許してはないんじゃね？多分もう怒鳴っても怒鳴り返される。叩いても勝てないだろうからビビってるんだろ。家は持ち家なの？多分ね。一軒家だし。俺のとこもそれだった。さすがに中学の反抗期で爆発していけない方向に走っちゃってニートなう。ニート仲間かよろしくな。大学行くために家出るのが嫌だったのかね。さあな。高校は偏差値圏内公立1位の高校しか認めなかったのにな。大学行かせるつもりがないなら工業やら商業高校に行かせた方がいいのにな。これは仕方ないな。ただそろそろ働かないとやばい。まあやばくてもいいや。どうせ人生もうどうにもならんし。多分4年かけて大学行かせるより高卒で働かせた方が多く稼げる、家に金を送れると短絡的に考えたんだろうな。その結果がニート ×3。ひひ、ざまあ味噌漬け。お前の母ちゃんは確かに悪い。ただお前は人生諦めちゃダメだ。さっさと絶縁して頑張ろうぜ。うちと似てるわ。俺もニート。敏腕ニートトレーナーだな。そのうち一家新丸か。こういうゴミ一家を見ると気分も晴れるわ。母ちゃん丸んだら本気出す。俺も小さい頃は暴力と怒鳴り声で押さえつけられてたけど中学の時帰り討ちにしたらなくなったな。勉強の無知は一体何が目的だったんだろ。他は過干渉の度が過ぎたやつがやりそうなのでイメージは湧くが。いい大学行っていいとこで働いてたらチート3兄弟だったのに。直し、子供の人生ってほんま親次第だよね。どうせ東大以外行かせないって理由だろ。大学行かせないの意味わかんなさすぎてくさ。県内一番の高校だと進学実績傷つくから進学しないの嫌がるのに、学校から説得されなかったのかね。かわいそうだな。本気で悩んだ時期もあっただろうな。兄弟いてよかったな。ニート3兄弟って、復讐してるつもりかもしれんが、もう家捨ててさっさと3人で脱出しろよ。自分らの残りの人生も全部無駄にしてまで復讐する価値もないぞそんな親。まだギリ20代なんだろうに。さっさと家出りゃいいのに。よっぽど居心地が良いんだろうな。親の学歴とかどうなんだろ。親が置いてからが大変だよな。リアルお粗末さんか。夜中にパソコンでこっそり仕事をするのを推奨。兄弟仲は良いみたいだし、協力するなら低収入でもやっていけるかもしれないね。大学行かせなかったのはなぜ？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど親が旅行行ってわろた。飯どうすんだよ。知らねえよ。魚でも釣ってくるか。親に聞け。ザリガニって茹でたら食える？お前も一人でも旅行行けよ。どこに？樹海とか言うなよ。東尋坊って知ってる？知ってる。福井やな。どうやって生きるだろう。君たちはどう生きるか。ハロワチャンス。土曜日やんけ今。なぜ行かなかった？ファミリーで。親が親の知り合いたちと行ったんよ。家を出る機会を与えてくれたんだよ。出ても行くとこがないんだな。異世界転生しろルディ。丘の下。二度と帰ってこなさそう。は？
恐ろしいこと言うなよバカ。最近流行りだからな。旅行と言ってこっそり引っ越して家売って不動産屋に追い出させるの。女呼べるじゃん。その金で飯食うわ。一人暮らしの疑似体験だと思って楽しめ。お前の顔見るたびに親は嫌な気持ちになってるんだから息抜きさせたれ。二度と帰ってこないよ。あ、二人でアパートに移るやつか。旅行ぐらい家族で行かせてやれよ。昔俺もニートの頃あったけど、親いないと自由に動き回れてよかったけどな。1ヶ月くらい家開けとけばニートはダマルする可能性がある。製造者責任放棄は重罪。家の兼用財布とかないの？緊急事態だから飯代抜いてこい。将来生ポ受給されるくらいなら今働くか丸抜か選んでほしい。ダマルしそうな頃はあえて見計らって帰ってくるとか。運よく生き延びてた場合、親が帰ってきた時の第一声がおそらく、ち。普通に合流するんだ。一人で飯も作れないうまる子製造機を作っちゃったひどい親ですね。